そんな下道ドライブ、相模原から始めていきましょう。大体のルートとしてはですね、下道で、中央道ルートで、東京名古屋間の往復を目指します。底辺の旅と称して、数週間前に、名古屋箱根間の完全下道往復を行いましたが、泊まりでカーシェア連続試乗をする帰りに、懲りずに二度目を決行いたします。市街地は信号待ちばかりで、距離が稼げなくて辛いですね。とりあえず平野を抜けよう。早速城山ダムとかいう自然の公園に着きましたね。今回の旅は、基本的には先を急がず、Google マップで見つけたマイナースポットを巡ります。10時45分、やっと山間部入りいたしました。津久井湖観光センターのある駐車場です。のどかな地です。見渡せる範囲は狭いけど、静かで、自然を感じながら、穏やかな時を過ごせる場所だ。ダムの上をビュンビュン車が通って、男の子にはワクワクする景色だな。少子高齢化が叫ばれているけど、この場所はその象徴みたいな地ですね。この空間に若い人いないよ。12時間前には深夜の東京にカーシェア市場に行ってて、若者の喧騒にうんざりさせられましたからね。静かで最高ですよ。こんなに穏やかに過ごせるなら、ジジババまみれになるのも悪くねえな。そう思いました。感電注意の謎のモニュメントと、平和だか愛の鐘っぽい何かと、なんかの銅像がありますね。お前なんかしか言わないのかよ。だってさ、こんな地味な自然公園、視聴者さんにとって、紹介されるような要素ないでしょ？私はこういう花を見て、飛んできた虫を観察しながらほのぼの過ごすの、好きですけどね。冬だから私の坊主ヘアみたいにハゲってるかなと思ったら、ガーデニングされてて美しい。今初めて見た色合いのバラがありましたね。これ、エモーショナルワインレッドローズだ。君珍しい色だね。紫キャベツと交配したの？どんな話のかけ方だよ。なんかパンジーみたいな花が全般的に、ガキに踏みつぶされたみたいにくしゃって潰れてません。二日酔いの人みたいに、見るからに元気ないんだけど、現代人だったら栄養ドリンク飲んでるよ。花が並んでいるけど、みんな上っ面だけは綺麗だけど正気ないし、ありきたりで一輪一輪には希少価値がない。なんかの暗示みたいで悲しくなってきたわ。勝手に悲しんでろ。勝手に悲しんで、勝手に山の岩戸に引きこもるのが我が人生。もちろん、外で宴会開いて、大騒ぎする人なんかいないよ。暴走族は定期的にブンブンしてるけどな。なんか適当に、216円っていう中途半端な値段のパンを買ってみました。チキンバジルの風味と、香ばしさと硬さがあって、美味しかったですよ。映像を撮ってなさすぎて、もう再出発してますが、あれ、おかしいな、もう平野部は抜けたのに、なんか渋滞してるぞ。対向車線とかなんなんだよ。18時の地方都市の国道みたいに詰まってんじゃねえか。というわけで次は、Google マップでたまたま見つけた、与謝野明子記念碑とやらに行ってみます。なんだそれ。じゃあ逆に聞くけど私が知ってるとでも、トイレの確保だけは欠かさないようにしつつ、可能な限り来る込んで楽をしながら、景色を楽しみましょうね。ここで左手にバスターミナル、そしてかなり多くの人が何かを待っています。何かって言うけど、バス以外に待つものあると思うか？うっせぇな座して死を待ってろ。もう許さねえ。いつか死ぬ呪いをかけた。知ってるか、トマトを食べた人って必ず死ぬんだぞ。私みたいに墜落を極めた人生でも、マイカーさえ持っていれば、谷の上にかかる橋を渡れるんです。ここら辺になんかの古墳があるらしいんですが、調べてもよくわからなかったので、スルーすることにしました。この区間の面白いところは、山間部を極める道の形状の割に、都市のように建物が立ち並び、たまに高速インターがあるところですね。何かと思ったら、ここだけ氷が残ってるのか。この辺りから、道が一気にうねうねになります。相模ダムがあるようで、その影響で相模川が大きく膨らみ、湖となっています。関東平野の貴重な水がまだからな。ダムも何重にも用意されているな。昨今の Z 世代の食品テロを見ていると、こういうダムへのタチション動画が出てきそうで、不安でならないですね。岐阜を見てみろ、野良猿がいるんだぞ。そいつら野生動物のおしっこも川に流れ込むんだから、猿という点では何も変わらない。そしてこの旅で唯一公開していることなのですが、この相模湖公園、寄ってみればよかった。さっきのところから近すぎて、休憩にもならないと思って素通りしちゃったんですが、景色が良さそうだったなぁ。そりゃ大抵の車好きが、クルコンなしのマニュアル車を選ぶ中で、この山道を、ずっと車間追従クルコンで、ノーペダル運転してれば疲れないわな。前に車がいると、こういう山道でもペダル操作なしで走れちゃうんですよね。そういうわけで、足の疲労低減のため、先行車不在時はパワーモードで走りつつ、ここから道が狭くなります。そう、大型トラック同士のすれ違いが、走行中では不可能なレベルに狭くなる。大型トラックの運転手さんって、会社のスタイルによっては、
例えば納品帰りは、下道で帰らなきゃいけないってご存知？わお。盛大に飛び出してきましたね。前後に長いプリウスは、縁石にタイヤを乗せるつもりですれ違う。そして中央道が見えますよね。地図からもわかる通り、ここは都市間をつなぐ、唯一と言っていい山道。高速に乗らない長距離便の大型トラックが、ビュンビュン走る道であり、両車が走行したまま、すれ違えるだけの道路幅がない場所が多い。というわけでトラック運転手の方は、車線幅だけでなく、内輪差にも注意が必要なカーブで、対向車とのサイズ感を、瞬時に見切って走っているわけですね。これは直立二足歩行のように、明文化すると途端に不可能に思えるものです。要するに対向車注意ってことよ。この辺、中央道は3車線の80キロ制限だろ？信号待ちがなくても、カーブがきつすぎて、平均スピードで大きな差がつくよな。中央道の上を渡るけど、きっちり3車線ありますね。というわけで、こんな山間部に強引に設置された、高速インターを脇目に下ります。すでにさっきの国道からはそれて、与謝野晶子像の河川敷に向かうよ。すごい勾配の急カーブだぜ。この開発の強引さ、ここも首都圏の一部みたいだな。すげえ、シャンデリア神殿が走ってきた。どっちもどっちなのくさ。軽トラの人、思考の短絡さがいかにも後期高齢ジジイって感じでしたね。というわけでこの左の河川敷ですよ。これまたのどかなところですよね。山間部の中のわずかな平野部に流れる掛川。相模川じゃないのか。同じ川だけど、なんか名前変わるらしいですね。マップのピンはここら辺にあるって言うんだけど、ないよ、与謝野晶子記念碑。で、口コミ画像見てたら、背景にあの橋があるのね。200メートルくらい東に歩いたら見つけました。与謝野晶子の、何？ゆかりの地っぽいことが書いてあるけど、ここら辺の地名も、さっきの高速インターも、上野原というらしい。君死にたもうことなかれ感覚で、ここら辺で何句か読んだみたいですね。歳を取ると、蕎麦打ちやウォーキング、歴史探訪が好きになるらしいので、そのついでにいかがですか。とりあえず目的地が欲しい。この気持ち、わかる視聴者さんは多いはず。まあ人生の目的地なんて死しかないし、寝てても強制的に向かわされるんですけどね。ちょくちょくネガティブ入るのなんなの。下道でわざわざ山奥を垂れ。ねえねえ、あれ見てよ。鳥の巣の跡じゃないですか。そうやって脈絡なく会話を打ち切って、自分の注意を引かれるままに話し始めるから、友達も増えていかなかったのかもな。これ真面目な話なんだけど、青年期以前の私の脳みそはさ、抑えるっていう能力が弱かったんだろうね。先天的な障害を抱えていたのに、それが脳機能に限ったものであったことと、形だけ社会に混じれてしまったことが、問題の発見を不可能にしてしまったようだ。適切な病名や治療法は確実に存在したはずなのに、だけどごまかした、ちょっと変わってるだけだろうと、自分に都合良くなかったけど言い聞かせた。さて12時ちょうどに与謝野を出発して、猿橋とやらに行ってみようと思います。この区間で、中央道の談合坂サービスエリアを通過します。進みはよろしくないです。信号待ちは皆無なのに、うねうね迂回してばかりで、ペース上がっていかねえよな。今年は頑張らないことにも、力を入れることにしたんです。一秒一秒を使い切れないことに、苛立ってはいけない。私はここで曲がってしまいましたが、この先に普通に信号機があったようです。何がともあれ猿橋、かなり特徴的ですよ。趣味の鉄道模型サイズの商店街。平日ゆえに空いている駐車スペース、プリウスをローダウンしたいところだけど、こういう段差っていろいろなところにあるし、雪道走るし、純正足も優秀だし、どうしようか、すりたくなくて、端っこに後ろ向きで止めておきたくて、かなり大掛かりに切り返しました。このスポット、視覚的に衝撃を受ける建造物が、なんと2つもあるので、近くに来たら寄ってみることをお勧めします。トイレに隠されてるけど、お猿さんの像ですね。そしてこの渓谷よ、落ちたら死ぬよと警告してるよ。なんだこの橋は、見たところ水道インフラ用みたいだけど、古代ローマを思わせる佇まいだ。私はスマホを落とさないように頑張り、スマホはフェンスにピントを合わせるよう頑張る。iPhone くんさ、下側はどうなってるんだろ。こういうところに深夜帯に来ても、真っ暗で何も映らないもんね。知らねえ。誰も見ない現在地看板によると、甲府の平野部から、そこそこ近いみたいです。うんわからねえ。色あせは基本。プリウスが優秀すぎて、86買ったけど出番ねえな。そんな悩みはさておき、あれが猿橋ではないです。ややこしいことすんな。すげえ、誰も使ってない顔出し看板や、あっちもあっちで鉄骨アーチに迫力がありますが、本命の猿橋は右の方にあるんだ。そうそう、この神社の入り口にありそうな、絶対歩きづらい、
中央が盛り上がった橋がそうですね。Z 世代が渡りたがりそうですね。お前も年代的には Z だからな。これが猿橋ではないです。またそれかよ。こっちこっち、なんでか知らんけど、瓦張りになってるんだよ。なんでこんな装飾してるの？設計者さん、ジブリ好きだったの？鬼滅の刃っぽい雰囲気ありますよね。見たことないけど。とにかく荘厳な景色です。圧倒される木造の迫力、そしてこの切り立った岩、ちょっと調べたら、下から木を突き出しながら重ねていくことで、自重を支えながら伸ばす。という方式で、江戸時代に架けられたらしいです。雨で腐らないための対策として、瓦が付けられたんですね。つまり瓦は傘でしかなくて、木の棒を下から背の順でぶっ刺すというのが、この橋の本質か。羽橋という仕組みなんですね。すごいところだよなぁ。鬼滅の刃な橋だと思いきや、意欲的に調べていくと、江戸時代の土木の歴史が詰まっていたわけだ。さっきの水道の橋も並ぶ、ベストアングルだな。というわけで数キロ先に道の駅があるので、そこに寄ってみようかな。道の駅もいいけど、そろそろこういう通りにある、マイナーな食堂でご飯食べてみたいよね。この旅で、三階牛丼チェーンに入っておきながら言うけど、なんかの電車が来ましたね。中央本線の線路沿いをずっと通るので、2回くらいはチャンスあると思います。猿橋を出たのは12時40分頃。関東から甲府の平野に出るだけで、3時間くらいかかってしまうんですね。私はケチなので、これを1個だけ買ってみました。信玄焼きとか言うけど、中身はただのたい焼きです。それも、パッサパサにしたやつ。パッサパサって。冷凍食品のたい焼きの方が、すべてにおいて勝ってますわ。なんだ今の、すごい音を出しながら、なんかすっごい車来たぞ。まさかの外旋車。しかも、昔懐かしの軍歌を流してる。諏訪港16時半に出港する遊覧船に乗ってみたいのですが、時間に余裕がないので高速乗ります。全部下道で行くというのが旅のコンセプトではありますが、甲府平野の横断はちょっと時間かかりすぎるのです。16時あたりに諏訪湖に到着できるよう、そしてどこか寄ってから諏訪湖に行けるよう、どこかのサービスエリアでいいルートを考えます。ああ、カツカレー食べたい。冷凍ハッシュドポテトの買い置きとレトルトカレーを合わせて食べようか。平野を大きく横断し、双葉サービスエリアに入ります。14時13分。ダラダラするのがコンセプトなので、サービスエリア併設の、よくわからん公園みたいなところで、景色でも見ながらゆっくりします。富士山も遠くに見えるな。こういうサービスエリア内の公園、タバコ吸いたい人以外に、使う人いるんだろうか。この澄み渡る景色、最近晴れてばかりです。絶対色あせるといった観光看板ですが、こっちはマンホールみたいに、古代エジプト式に記録してありますね。長時間運転席に座ってばかりなので、チャンスがあれば、立って歩き回るようにしています。再出発しましょう。目的地は旧立場川橋梁です。小淵沢というところで降りてから、ここから先は下道に復帰して進みます。このエリア、地図で見てもくねくねしてるし、楽しいワインディングでいっぱいですね。見た感じ乾燥路だけど、凍結してるところが突然現れるんですよ。それが怖くて、初見で攻めるのは無理です。ここの左カーブとか、溶け残った氷が突然出てくるでしょ？一本目は全開でいかない。コーナリング中にワイパースイッチに手を伸ばさない。というわけで気持ちよく走っていくのですが、ダウンヒルのコーナリングの最中に、凍結してる部分が出てくるんだわ。いっそのこと全部ズルズルしてる方が、まだリラックスして走れるよ。そしてこの長くて見通しのいい直線を、40キロくらいで走るおじいちゃん。田舎名物ですし、中途半端に対向車も来るし、2台いるし、追い越しもできなかったよ。この橋は中央道ではなくて、中央本線ですね。今右側に一瞬だけ映ったのですが、なんて言ったっけ、昔の鉄道の橋が、そのまま残ってるらしい。あれです。駐車場とか特にないんだけど、みんなどこで写真撮ってるんだ？
右折してすぐのところしか、それっぽい場所がないんだけど。立場川にかかる、中央本線9線の、ボルチモアトラス橋らしい。1980年代まで使われていたとか。駐車場は見当たらないけど、進入禁止措置も見られないので、行こうと思えばここを登って、かなり近くまで行けるらしいですね。北側から入れそうだと思って素通りしちゃったけど、今のところに適当に車放り込んで、近くまで行ってくればよかったな。北側には、車を止められそうなところも、立ち入れそうなところもなかったさ。東側にも何かのトンネルだか、旧世代の産物があるらしい。とりあえず、カーナビの地図でも見ながら、もう少し周りを走ってみましょう。この先とか何かあるかな、と思ったんですが、ただ線路が見えるだけで、行き止まりでした。左奥のはスキー場ですかね。いいなぁ、滑りに行きたいなぁ。14時50分にあの場所を出まして、ここからはまっすぐ諏訪湖に向かいます。雪の残る街並みを慎重に抜けながら、国道に合流しますよ。ここ面白いですよね。直角シフトになってる。微妙に凍結が怖い感じだけど、これくらいならオールシーズンタイヤでも、普通に来られそうですね。アイスバーンが無理なんだぞ。サマータイヤで十分なユーザーが、そこを見分けられると思うか。私はスタッドレスで凍結路を走ったことあるけど、急ブレーキかけても、普通に滑っていきますからね。スタッドレス神話なんて、そんなもの存在しない。というわけでダラダラとした郊外の国道一本道、クルコンを使いつつゆったり流すぜ。湖だけどな。あはは、というわけで諏訪湖が見えてきましたね。東海岸沿いの公園に向かいます。中高生時代の私にとっての諏訪湖は、主に東方プロジェクトの影響で、イスラム教徒にとってのメッカみたいな場所でした。名古屋人が週末にコストコ行く感覚で、諏訪湖に来てるよな。裏庭というか、別荘みたいなもんですね。この旅によって、下道だけで行くルートも開拓されてしまったし、西日が眩しいけど美しい。湖面が凍るほど寒いけど、いい景色だ。15時半に到着しましたが、なんか遊覧船はやってなかったんですよね。どうすっかなぁ、深夜料金目当てで、だらだら帰りたいんだよなぁと思いながら、気がついたら1時間くらい、鳥を眺めて過ごしていました。彼ら、よく見ていると、ちょくちょく潜水しているんですよ。この時期の諏訪湖は氷点下が当たり前だからな、水中は暖かいんだろうか。ぼーっとしていたら、ちょうど潜るところが取れましたよ。ここ数年、休むのはノーパワーを使い果たした時だけ、みたいな生活でしたから、こんな時間の使い方は人生初かも、何が楽しいんだと思ってましたが、鳥を眺めるだけでも、時間って潰せるもんなんですね。眩しい。目も開けていられないほど眩しい。湖の上に何か孤島みたいなのがあるけど、初島神社というらしい。鳥居も見えますね。は？花火大会時の発射地点として、人工的に作られた島のようで、白鳥型のボート、という風に皆さん認識されるでしょうが、私には、異物をつけてるだけにしか見えない。物事を構造から捉えようとするの、よろしくないですね。実は日時計になっている、巨人がここにしゃがんだ時に、お尻を串刺しにするためのダブルメッキの塔、ああ眩しい、そしてお腹減った。松屋が近くにあるので、晩飯食って帰りましょう。映すほどのものではないですよ。夕方の混み始めた道路を通って、国道沿いをちょっと南下します。肉カレーを選びました。ルーの中にもお肉がゴロゴロしていて、牛丼屋のカレーって美味しいんですよね。さて日が沈んでしまいます。暗くなれば動画的に映すものがなくなるし、ここから先は、私にとってはありきたりな道。氷点下まで一気に下がる気温と、道路脇の積雪にビビりつつ、山岳地帯を駆け抜けます。右折する頃にはもう夜ですね。失敗したのが、深夜ならずっと70キロオーバーで流せる直線が、渋滞していたこと。地方都市って、夕方以降に混むんだよなぁ。というわけで中央道の、小黒川パーキングエリアにほど近い、とある公園に寄ってみます。もう完全に暗くなってしまったので、ここから先は、累積で何時間かかったかの、報告というか個人的なレポートが中心ですな。諏訪湖もそうだったけど、寒いんよ。露出されてる耳が、ひたすらに痛い。散歩がてら公衆トイレに寄っていこうと思って、氷の上を歩いています。やっぱりスタッドレスより、徒歩の方が滑りやすくて怖い。雪の後ろっぽいものがあるけど、コンクリートブロックを積み重ねてるだけかな。そしてですね、悲劇が起こります。使用禁止だったのかよ。そうとあっては仕方ないので、ゴンベイトンネルとやらを通って、国道19号線に向かいます。一台も車がいない中で、何キロも続くトンネルだったわけだけど、どんなスピードで巡行してたかは内緒で、さっきの市街地を抜ければ、中津川までずっと、信号待ちかいむな一本道ですからね。
平均時速50キロは担保できる。この区間、通ったことがなかったんですが、遅い車に詰まったら悲惨でしょうな。速い車に煽られても、160キロくらい出して逃げる羽目になるがな。スタッドレスの保証速度の上限やんけ。というわけで突き放した後続に、追いつかれるくらい長い時間待たされて、集団のまま走ります。ここから先は、トラックたちがほどほどのペースで、2時間以上一本道を走りますからね。ある程度接近すれば、カーブに入るまでの減速もクルコンに任せられるので、本当に疲れないです。さっきの公衆トイレを18時に出てから、1回だけ休憩して、道の駅奥和というところに、20時到着。中津川まであと半分ですね。疲れも眠気も溜まってきているので、だらだら休んでいきます。この川沿いの国道にも、序盤で寄っていったような、いろいろなスポットがありそうなのですが、どうせ暗いし、機会があるならまた今度、気温が低いのと、グダグダペースなのが相まって、水温が上がっていきません。暖房熱に影響が出るレベル。休憩中も、すぐ水温が下がっちゃって、2分間隔でエンジン再始動してたしな。カーナビ通りの時間に走れる道だと思います。40分くらいで、ついに中津川の市街地まで降りてきました。ここから2車線になって、名古屋エリアまで、ずーっと続くんだよ。体力が許す限り、下道で下ってみましょうか。高速台をケチるほど貧乏なわけじゃないんですが、やっぱり高速道路って、ありきたりでつまらない感じがするんです。なんだこれ。用意したオーディオブックを聞き尽くし、400曲あるプレイリストも聞き尽くしたので、またリリカルなのはシリーズのドラマ CD を流してる。というわけでダラダラ走って、春日井インターのところまで着きました。ダラダラ休みつつ来たので、だいたい22時くらいの到着となりましたね。ビジホー出たのが朝の9時半頃だったのと、ここから家までもそこそこかかったので、約16時間の旅路ということで。長いっちゃ長いんだが、ずーっとクルコンでサボってたからな。ちょくちょく歩き回ったり寝てたし、あんまり疲れないぜ。明日も下道で、名阪国道経由で、奈良公園を目指す旅に出ます。だからこそ、暗くなった後の編集が駆け足だったわけですね。面白い経験ができました。次は能登半島かな、伊豆半島かな、日本海沿いを、琵琶湖ら辺から山口県まで、連泊しながら下ってみるかな。時間がないので動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。